ここでしたか。ティファが、その、ティファが、俺じゃもう。落ち着け。ティファがどうした。もうすぐコルネオのオーディションが始まるって聞いて、このままだとティファが。でも俺じゃどうしようもないから。わかった、お供します。クラウドさん、兄貴って呼んでいいですか。ダメだ、俺兄貴にならティファを任せてもいいかもって。兄貴はどうやってそんなに強くなったんですか。だから兄貴の立ちさばき惚れ惚れしました。こうズバッズバッズババって。俺も兄貴みたいになりたいですけど、ここぞって時にどうしても文学的になっちまうんです。あ、兄貴、この悩める青年に何かアドバイスはありませんか。ない。そんな、じゃあ俺はここで、いやその足手まといになるといけないんで。マムの店に戻ってエアリスが出てきたら俺が戻るまで待つよう伝えてくれ。了解です。お前か。推薦状は手に入れた。ん？あれは女限定だ。エアリスが選ばれた。ああ、一緒にいた女か。気の毒に。でもな、どっちにしても男は入れない。許可は求めていない。うん。やめておけ。コルネオさんは恐ろしい人だ。あんたがここで暴れると、誰かが責任を取らされる。それはお前が助け出したい人間かもしれないし、あるいは全く関係のない人間かもしれない。わかるか？ここはそういう世界だ。オーディションが始まるまでまだもう少し時間がある。もし本当に推薦状があるなら、その女を連れてこい。俺は進めないけどな。おとなしく帰れ。アリスなのか。うん、コルネオはこういうのが好きなんだって。なんかあちこち盛られて不愉快。そうか。クラウド、すまない。うん。それよりエアリス、ジョニーの伝言は聞かなかったのか。待ってろってやつ？聞いたけど心配だもん。ここは思っていたよりも危険なところらしい。オーディションで何をさせられるのかもわからない。やはり一人で行かせるわけには。一人？そんなつもりないよ。ほらこっちこっち。どこへ行くつもりだ。私マムからいいこと聞いたの。クラウドのこと気になってる人がいるって。うん？
く気合入ってるね。次のバトルが待ちきれない。ああ、俺も今回の大会は熱くなったぜ。おお、こりゃ、べっぴんさんだ。なんか、噂の何でも屋に案内を。伝説のトレーニングジム、眺めているだけで筋肉がつきそうだ。さく、マイクかわいい。あ、何言ってんの。役になって、世界一かわいいのは君なんだから。何言ってんのよ、もう。やってる人、これいるよな。かわいい彼女、僕とお茶しない。服に着られてる。まだまだ初心者レベルね。夜の街に咲く可憐な花。待てよ、帰るぞ。着きましたぜ。ここはミツバチの館。代理人のアニアンクーニャンに推薦状もらうの。そしたらクラウドも一緒にコルネオのところ入れるでしょ。クラウド、女の子の服も似合うと思う。おい、マムが言ってたけど、アニアンに目をつけられるなんてめったにないことなんだって。だから絶対いけるよ。いや、ティファを助けるためでしょ。待て。いい、するしないの話はこれで終わり。どうやっての話しよう。アニアンは人格者だって言ってた、あのマムがだよ。だからまっすぐ事情を話してみよ。当たって砕けろね。私たち観客も一体にならなきゃ最高のステージは生まれないのよ。もちろん、他が死んだカンパニーに取り締まられちまう。ティファを助けるためでしょ。あー、ときめく。いらっしゃいませ。ウォールマーケットで一番のエンターテイメントステージ、ミツバチの館へようこそ。アニアンクーニャンに会いたい。クラウド様ですね、お待ちしておりました。どういうことだ。アニアンよりお通しするようにと受けたまわっています。さあ、奥のステージへどうぞ。ステージ。ええ、さあ奥の扉までお進みください。ご指名のお客様ですね。お客様、初めてですよね。ダンスの練習しときますか。ダンス、なぜだ。アニアンからの指示なんです。ほら、こっちこっち。ま、待て。ではお客様、初めてじゃないな。ではでは、こちらへどうぞ。おや、クラウド、あんたも隅に置けないね。うん、
パニアに来るまでしばらくお待ちくださいね。筋肉すごい、ツンツンしてる。Sweet here at the honeybee, and every moment is a treat. ようこそクラブ。推薦状が欲しいなんだって。いいだろう。では花嫁にふさわしいとダンスで証明してもらおうか。私について来られるかね。はーい。キュンとしたよ。
いいだ、腕によりをかけてお前を最高の花嫁にしてやろう。さあ、お待ちかねのショータイムだ。よくお似合いですよ。心持ち次第。いいかクラッド、美しさに女も男もない。物を実せず進め。今日のステージやばかったな。見て見て、喜びのダンス。ちょっと興奮しすぎ。いいから来いって。楽しかったね。飲みながら話そうぜ。あれってアドリブかな。じゃない、あの人びっくりしてたもん。このステージだったわね。一生の思い出になるよ。どうなってんだこの街。俺もステージに可愛くてすごいステージ。やめてくれ。何も言うな。一言だけ。ダメだ。かわいい。迂闊にするじゃダメだぞ。ください。いや、僕自身の動揺を検知。本当にあるんですね、一目惚れって。俺なんか無理だって。見たこともない肉だな。うまそうだな。もうまたよそ見してる。比べると君の素敵さがよくわかるからだよ。クラウド君の晴れ舞台と聞いてね。ダンスとても素晴らしかった。その格好じゃスクワットは難しいだろうけど、落ち着いたらまたジムにも遊びに来てくれ。おりゃまた綺麗どころが通る。怖いわ、得体が知れなくて。めちゃくちゃ綺麗な人だな。うわ、すっげえ美人。お前も全財産をかけよう。それは断る。あなたのような麗しきお方がどんなご用で。可愛い子も。ここは大剣を背負うような野蛮な輩がうろつく場所。
くれぐれもお気をつけて。俺も今回の大会は熱くなったぜ。え、その格好で戦う気か。さすがにそれはかなり見てみたいけど、いや、やっぱりご遠慮ください。